こんにちは。ご質問ありがとうございます。FX のオリガルヒが始まってから、FX の相場解説は朝のね1本もしくは一般公開たまにするやつぐらいになったと思います。エネルギーのほとんどオリガルヒに集中してますんで、オリガルヒの方ではですね、おそらくですけども多くの方がその FX のスクールに入っても教えてくれないようなことがあるんじゃないかなと思います。というのが私ね、テクニカルにねもう特化してますんで、テクニカル以外は全くやってないんでこれができるんですよ。で、実際ヒゲの概念とかその実態の大きさとかね、それがたくさん続いた時とか、じゃあ大きな実態の陰線陽線が出た時はどこと対応してるのかってことを切り込んでくれるところってのはなかなかないんじゃないかなと思うんですよ。だから私ね、でこう言っては言い過ぎかもしれません、他のスクールのことは分かりませんけども、多分知らない人がやってるんじゃないかなと思うんですよ。特にテクニカルで挫折したからこそ私だけのノウハウですとか言ってごまかしてんじゃないかなというふうに思うんですよ。だから私はもうテクニカルの教科書通りにしかやりませんので、私の感情的にとか私の勘でやる部分に関しましてはこぼれ話ではしますけども、基本的にそれは前置きをしますから、私は個人的にこうしますとか、今回は法則に反してこれやりますっていうふうに言いますんでね、基本的にはテクニカルに、従順にやった方がいいと思います。私の言うことよりもテクニカルに沿ってやった方がいいと思いますね。繰り返しこれはね申し上げたいと思います。その中で質問です。ニューヨーク時間の後半は小さな資金の小陽線の集まりだということが分かりました。解説ではそれが日本時間のおそらく午後あたりまでに押し目を作るかもしれないということですが、これはアジア時間に同じような少額投資家が決済するということでしょうか。午後あたりまでにという確信に強い近い切り方がすごいなと思いましたので、お忙しいところ質問してしまいました。お願いしますということでございます。1時間でトレードするってことはもう世界中同じなんですよ。1時間でなんでやるかっていうと、それは1時間で取引する人っていうのは10時間後ぐらいまでには決済するんですよ。これは変わんないんですよ。だって20時間とか30時間玉を置くっていう人は別に4時間とかになるわけですよね。もしくは1時間でもいるんですけども少数です。つまりはどのぐらいのタイミングで自分の玉を決済するか、もしくはどのぐらいの資金を持ってるかっていうことはもう全て似通ってるんですよね。大雑把に言うと、たくさんの資金を持ってる方は長い時間軸で勝負します。ひいては FX じゃないところで勝負します。不動産とか株をやります。で、FX ってのは基本的に投資の中でも資金が少ない人が集まってるんですよ。で、スキャルピングとかいうのがありますよね。例えば1分とか5分でトレードする人とか、バイナリーオプションを主にしてる人、一部の人を除いてお金がない人がこれやります。短い時間軸とかバイナリーオプションってのはお金がないからそこでやるんですよ。手持ちが10万とかね、せいぜい100万ぐらいの人がたくさん集まるんですよ。で、ほとんどの人は資金がないから勝てません。それはちょっと動かないところだと思うんですよね。だからね、1分足とかってランダムウォークの極みなんですよ。それこそ法則が通用しにくくって、もう運と偶然なんで、長くやればやるほど資金はどんどんなくなっていく方向に偏っていきます。まあなくなるというよりも正確には手数料に全て吸い取られるんですよ。だってやり取りが多いですからね、数分後に決済とかするわけじゃないですか。それは手数料ばっかりになってきますよね。で、だんだん確率は五分五分に近くなってくるんですよ。で、1時間も確かにその部分はあるんですけども、まあライフスタイルとね、全てのバランス、資金のバランスとかを全部考えると、まずは FX の初心者の方は1時間を攻略することが第一歩なんですよ。1時間を攻略するととりあえずはプラス5万、プラス10万とかね、毎月のコスト引くことの売り上げみたいなんで利益を出せるようにはなってくるんですよ。で、その後で資金を調達してきて、ビジネスで稼いで余剰資金を増やして、より長い時間軸とかロットを1時間でどんどん増やしていくとか、追撃の時に玉をたくさん持てるようになっていくっていう風に進めていくもんなんですよね。これをね、多くの方が多分ね勘違いしてるし、多分教える人も教えてないんですよ。なんか魔法のような手段で一気に50万100万買っていきましょうみたいなことばっかりやるんですよ。でもほとんどの場合はレンジで利益を出す、まあこれほとんど難しいですけど、ね、でブレイクを予想してブレイクからトレンドに乗っていくって、この繰り返しですからね。しかもそれを1日のうちに決済するっていう風にしないと心理的にも持たないんですよ。なぜなら資金が少ない人が FX にあんまり慣れてない、ベテランじゃない人が FX を1時間でやるわけですよね。そうなると、じゃあ玉を残したままね、夜そのまま寝て朝起きるまでにほっとくほどの精神力がある人がいるかってことはほとんどいないんですよね。玉を持ってると不安でしょうがない。
玉を持っていないと自分が気づかないうちにすごくいいポイントが来るんじゃないかなと思ってチラ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  見に行っちゃうみたいな感じでしょ。だからそこをまず攻略しないといけない。つまりは朝6時から10時ぐらいの間、この4時間のうちに自分がエントリーするかどうかを決めていってフォーメーションを組んでいく。そして遅くとも12時ぐらいには玉を持ってですね、しかも追撃をするかどうかも決めて、もしくはロスカットするかどうかを決めていく。そして1日のうちの18時にはね、もう決済を済ましておいて、あとはもう日常生活をカラッとした気持ちで過ごすみたいなことをしなければやっぱ持たないと思いますよ。でくたびれてやめちゃうんですよ、勝ってても、うん、で勝ち金が少ないとかね、そういうのもありますしね。この辺ね、話せばどんどん長くなりますけども、多分一人一人の FX でいまいち芽が出ない人の実情全部言い当ててると思いますよ。他にもいっぱい言いたいことあるんですけどね。だからそれをね、 FX でたまたま勝てるようになった人がまるでね、なんか魔法のように勝てるみたいなことをね、やっぱ言いすぎるし、でよく説明が分かんないから、もうマインドを強く持とうとかね、なんかこのなんか雲がどうとかね、移動平均線どうとかって持ってくるんですよ、インジケーターどうとか。でますます分からないようにしていくし、説明してる方も多分分かってないと思います。ですので私はより具体的に一個一個細かくやっていこうと思います。しかも短時間で5分とか10分の動画にしてですよ。で今回はサービスでFX オリガルヒ級の講義を朝の講義に、まあ、混ぜ込んでいきましたけども、やっぱりね、一日を通じて、じゃあ何時にはどうなった、何時にはどうなったっていうのを後追いしていくからこそ、解説がどん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 積み重なっていって、あ、一つ理解できたなっていう風な一日が送れるんですよ。ですので FX のオリガルヒに参加している方は本当に毎日毎日ね、一つ一つの動画が時系列を追って、予測をどんどん補完していくものになると思いますんで、頭に入ると思いますし、力になると思います。ただ残念ながらね、朝の解説でなるほどと分かってそこで止まっちゃうと、半数の仕方が多分午後の放送とか届きませんので分からないと思うんですよ。で今回はご質問いただきましたんでね、じゃあそろそろ答えていきましょうか。まとめて言いますけども、これなんでね、今回みたいな答え方するかっていうと、私だけじゃないんですよ。私だけだけでは、世界中で同じような環境の人が1時間でやってるんで、例えばね、深夜の3時ぐらいにエントリーした方はその真反対の12時間後ね、午後の3時ぐらいにやっぱ決済するんですよ、みんな。で私がおすすめしてるのも、朝6時から10時の間にエントリーしたら夕方の18時とかね、20時ぐらいには決済して、もう玉を外しましょうって話してるじゃないですか。だからこの私たち日本時間でも12時間でやってるんですよね。だから4時間だったら3回見に来るって感じです。そういうのも常々お話してると思いますけども、じゃあこれをね、アメリカだろうがヨーロッパだろうがオーストラリアだろうが、結局は朝早く起きてで、FX いろいろとね仕掛けて、で日中は別のことをして、夕方夕食が始まるか終わったことぐらいに玉を整理して、今日儲かったの儲かってないなっていうふうにして、パタンとパソコン閉じて終わるみたいなペースは変わらないんですよ。だから小さい資金を投じた人は、その小さい資金をその日のうちに決済するっていうのは、私たちだけじゃなくて世界中で同じです。ほとんどの人は。で、でかい資金を持ってる人も同じなんですよ。でかい資金をボカンと入れて、で、後追いの人がね、私みたいな人間が後追いでどんどん資金入れていくのを見て、あ、なるほど、高まっていったなと。で、だん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 、で、大口の人、で、私たちみたいな中口の人、それで小口の人っていうふうにずれていったら、小口の人がブワーッとね、入っていった時に決済するから、小口の人が全部食われるわけじゃないですか。だからこの何ですかね、ロジックってのは変わりませんから世界中どんな人がやってもね、ほとんどが同じです。なんか特別な人を持ち込んできてこういうふうにやりましょうっていうのはやってないんですよ。大多数の人がこういうふうに動くから、それに合わせて私たちは大口の人にくっついていって、大多数の資金がない人をいわゆる食い物にしていきましょうって話をしてるわけですからね。だからね、今このままほっといたら、大多数の資金のあんまりない人、 FX でいつも買ってない人っていうのは、これからも食い物にされるだけです。常にロスカットで、なんか経験だけどんどん流れていくみたいな、経験をしてるようなしてないような感じになってきます。でも大事なのは、一つの経験や失敗を次の勝利のための布石に変えていくことなんですよ。これはやっぱりね、上り詰めた人から一つ一つ説明を受けた方がいいと思います。それこそ細かくクエスチョンを出してもリアルタイムでバシバシ返してくれる人と一緒に歩んでいかないと身につかないんじゃないかなと思うんですよ。相当センスがいい人は自分一人でやっていきますけどね。まあそんな感じですかね、回答はね。分かりにくかったらまたメッセージください。端的に答えるとすれば、私たちと同じように世界中の人も1時間軸でやってる人は資金もないし時間もないっていうことなんですよ。だから私みたいな読みが成り立つんですよね。
ここに多分気づいてる方はあんまりいないと思います、気づいていても扱いにくいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ今回は長くなりましたけども以上でございます。また相場解説の方楽しみにしてください。ありがとうございました。